天板部分の組み立て完了しました。うわ、これはね、かっこいいわ。これは塗りました。ではいよいよニス塗っていきましょう。はい、というわけで天板部分の組み立て完了しました。うわー、疲れた。これさ、めちゃくちゃ動かないか。この目地の均等感と目地の幅上下なしですよ。これめちゃくちゃ上手くないか。うわ、これはね、かっこいいわ。じゃあちょっと今日はね、もうめっちゃ使いたいけど、一旦心を落ち着かせて丸1日ぐらい乾かしてですね、そこからちょっと足をつけていければなと思っております。今日はここまで、別日にスキップしましょう。はい、というわけでですね、あれからちょっと経ちまして、乾いてきたんで一旦様子を見ます。あの、粉がかかってるんで、これちょっと拭いてみて、でちょっとまだね、木をちゃんと磨くとかはまだできてないんですけど、ほぼ完成になります。でこれで、あと足をぶちつけて木をやすってオイルフィニッシュをしたら完成になります。ちょっとね、今回は対策なんで3日間ぐらいかけてやってるんですけど、仕上げをやっていきたいと思います。いきましょう。はい、な感じで、いや、これだいぶ綺麗なんじゃないか。一旦机の上乗せてみようかな。そうですね、机の天板完成したんで、机の上に乗せてみてどんな印象かっていうのをちょっと確かめていきます。照明とかをね、こう優しく反射してくれる感じ。このタイルの質感もすごいいいですね。とりあえずめっちゃ良いので、多分これオイルとか塗って木の風合いをよりね、ちょっとダークな感じにするとめっちゃ良くなると思うので、その仕上げでやっていきたいと思います。これめっちゃ嬉しいね。はい、というわけでですね、また日が変わりまして、今日はあの磨きの作業をしていきたいと思います。と天板をね、つけたんですが、やっぱ若干どうしても凸凹とかはあのつなぎ目の部分で出てしまったので、そこをちょっとね、ヤスリで磨いて、あと凸凹以外のところもちょっと磨いてツルツルにしていきたいと思います。で、磨いたらその後はオイルを塗って仕上げようかなと思っております。一旦あの家にはワックスがあるんで、ちょっと今日はワックスで仕上げようかなと思っております。ということでやっていきましょう。もうちょっとで完成ですよ。これ黒い服でやったらめっちゃ汚れちゃったよ。はい、というわけでですね、また日が変わりまして、今日は仕上げをしていきたいと思います。でですね、今仮の足に乗せてるんですけど、ちょっと足はですね、またどうしようかなとちょっと考えているので、一旦ステイでいきます。今日はですね、あのニス仕上げちょっとしていこうかなと思います。で、まずはよく見るとね、つなぎ目に穴があるんですよ。木と木の接着部分ですね、こういう箇所にね、こうつなぎ目がどうしてもできてしまったので、ここをちょっとこの穴埋め職人ってやつ買ってきたんで、こいつでちょっと埋めていきたいと思います。まあ、多分これで埋まるよね。はい、ちょっとこれで埋めていきます。どんな感じになるかあんま分かってないですけど、もうとりあえず埋めなきゃなんで、やりましょうか。はい、ということでこんな感じで木目を埋まりました。ここら辺もね、こんな感じで、まあ、近づくとね、まあ、なんていうの、若干木目のパテ
色はちょっと出ちゃってるんですけど、まあ許容範囲かなって感じで、塗ればこれからニスで塗って仕上げるんで、それやれば大丈夫かなと思ってます。で、まあニスで塗るんですけど、ちょっとタイルの目地にニスが染みると嫌なので、そこをマスでちょっとね塞いでいきます。ちょっと僕はアホすぎて気づかなかったんですけど、これ絶対最初に塗った方がいいね。木は木材だけだったら後から塗ってもいいんですけど、このタイル真ん中に置くパターンとかだとちょっと塗り分けがしんどいんで、できるだけ最初に木は塗っといた方がいい気がします。これはミスりました。ではいよいよニス塗っていきましょう。まあ、これでひたすら塗っていくのみですね。まあ、一回薄く一度塗りして削って、ちょっと木目の様子を見てから二度塗りを決めていきますので、やっていきましょう。結構しんどいかも。絶対最初に木塗っといた方が良かったよ。だいぶミスってます。めちゃくちゃ焦った。水がいろんなところからこぼれちゃってたんで、めちゃくちゃ焦ったんです。すっげー、すっげー。ちょっとまあコーヒー飲むわ。はい、というわけで乾いたので、いよいよ最後の磨きをして仕上げでございます。磨いていきましょう。はい、というわけで完成しました。あざす。はい、というわけでですね、ついに完成しましたタイルテーブルです。イエーイ。いやー、今回は長かったですね。だいぶ時間がかかりました。本当もう最初作り出そうとしてからはどんぐらいだろう、1ヶ月弱ぐらいかかってるかもしれないですね。はい、最初こんな感じでこのタイルテーブルを作ろうってなった時に、まずタイルのサンプルをこうやっていっぱい取り寄せてまして、なんかどの色がいいかなとか、どういう柄がいいかなとかを最初はね、サンプルを取り寄せて確かめるところからやっておりました。いい感じの柄が見つかったので、その枚数とかを計算してちょっとサイズを測り、枚数とねサイズに合わせて木枠を買いにホームセンターへ行き、微調整をしながらそこから組み立ての作業をしておりました。組み立てがね、塗る作業が多かったんで、塗って乾かしてて時間を空けなきゃいけなかったんで、日数的には結構またいじゃったんですけど、意外といけたなっていう感じですね。結構これ塗るのとか、セメントじゃないですけど、ちょっとこうタイル用の接着剤、ちょっと左官っぽいことをしてそこに塗っていくっていうことを初めてやったんですけど、意外と簡単でしたね。工具の種類が増えるから結構ハードルに感じてて、今までそれをやらなかったんですけど、なんか全然今後もできそうだなとは思いました。結構まあこのアクセントカラーのねグリーンを取り入れたかったんでやったんですけど、めっちゃいいな本当に。はい、というわけでね、まあ、今回も結構動画は長くなってしまったんですけれども、見ていただきましてありがとうございます。今後も DIY とかしていこうかなと思っているので、今後はね、家具のブランド、今アパレルのブランドも本当そちらもね、だいぶ力を入れてやってるんですけども、ちょっとアパレルとは別で家具の方もね、商品化して出したいなと思っております。まあ、僕自身ものづくりが大好きなので、このものづくりをしている日常とか、実際に商品として開発する時の、まあ、作る過程とその裏側でどういうことを考えて一つ商品、ものを作っていくかっていうところをね、発信していければと思っております。はい、というわけで DIY の動画は
ここまでにして、まあ、ちょっとこの机でねコーヒー一杯飲みながらお別れしたいと思います。ではバイバイ。あーめっちゃ嬉しいこれ。Ever since I know your name, you struck me on this cloud for a joyride. Hope every kiss would be the same, and every hug would last forever with you.